今回取り上げるテーマは日立製395系ジャベリンという鉄道車両です。鉄道分野では日本企業の海外進出が相次いでいます。世界では鉄道インフラへの投資が目立っており、発展途上国はもちろん先進国でも高速鉄道の整備などのプロジェクトが立ち上がっており、日本企業も多く参画しています。今回取り上げる日立製395系ジャベリン、海外で活躍する鉄道車両の一つです。その中でイギリス高速鉄道の車両として活躍する日立製395系ジャベリンは現地で称賛を集めています。今回はそんな日立製395系ジャベリンにフォーカスしていきます。日本の技術が好きな人はいいねとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。日立製のイギリス鉄道395系電車のサウスイースタン鉄道の高速鉄道車両です。ロンドンから英仏海峡トンネルの入り口があるケント県フォークストン間の高速新線 CTRL の高速化を目的として2009年12月から運用を開始しました。ここで使われている車両が日立製395系ジャベリンです。この車両は日本の車両メーカーが初めて製作した欧州の高速鉄道車両として注目を集めました。当初は2億5000万ポンド、約4500億円で28編成が発注されました。その後に1編成追加発注され、合計29編成が日立製作所の山口県下松市の笠戸事業所で製造されました。ちなみに全ての編成にイギリスのメダリストの愛称名が付けられる予定になっており、第1編成はケリー・ホームズ選手にちなんでティム・ケリーと名付けられています。そもそも日本の車両が海外で走るというのは少し前まで夢物語でした。工業水準が高い国においては自国の鉄道会社と地元メーカーが手を組んで車両やインフラを開発し、地元だけで使用する地産地消が一般的だったためです。他国から車両など鉄道関連の製品を輸入するのは、その国の工業水準が高くなく製造できない場合、あるいは高速列車や低照式路面電車など自国で開発することが難しい特殊技術が必要な場合などに限定されてきました。自国企業から製品を購入することで、その企業の収益を確保することが最大の理由です。さらに技術的な側面もあります。工業水準が高い国であれば、その技術力維持にもつながります。以上から、外国製の鉄道車両の採用は先進国においてはごく一部に限られていました。鉄道の本家といえるヨーロッパですが、21世紀に入ると自国製偏重の流れも変わってきます。車両の開発は国家主導からメーカー主導に変化し、条件に合った車両を予算の中で選択する時代となったのです。それまでのように国の中で鉄道会社とメーカーががっちり手を組んで他国メーカーを寄せ付けないという時代は終わりを告げました。車両の導入に関してはメンテナンスなどのアフターサービス込みの契約が主流となり、日立製395系ジャベリンのように日本メーカーにもチャンスが出てきたのです。日立製395系ジャベリンの性能に迫っていきます。まず速度ですが、最高時速は 225km 毎時で、在来線区間では 160km 毎時で運行されています。ダブルスキン構造のアルミニウム合金製の車体で、編成は両端の制御車と中間電動車4両からなる6両固定編成を組んでおり、最大で2編成を並結した12両編成での運行が可能です。先頭の形状はイギリスの規格を満たすためにトンネル微気圧波シミュレーション技術が用いられています。トンネル微気圧波はトンネルに突入および脱出する際に発生する空気の圧力波のことで、トンネルドンとも言われます。鉄道車両が高速でトンネルに突入すると、それによって発生した衝撃波がトンネル内を伝わって出口側で大きな発破音を発生させたり、周辺建物の窓ガラスを振動させ破損させることもあります。この問題を解決するために微気圧波シミュレーション技術によって車両に対策が施され、規格をクリアした車両となっています。給電方式は高速線区間の交流電荷と在来線の直流電荷の双方に対応しており、どちらの路線も走行することができます。保安装置はヨーロッパの鉄道における統一システムである ETCS を搭載し、 GPS を用いて列車の位置を検出し、プラットフォーム上の定位置に列車を止める装置も装備しています。この開発に対して2010年4月14日、
車両メーカーである日立製作所が第39回日本産業技術大賞内閣総理大臣賞を受賞するほどです。日立製395系ジャベリンですが、現地では大寒波でも大活躍したことで現地では賞賛を集めています。2009年12月18日イギリスを襲った大寒波により英仏海峡トンネルを走っていたユーロスターの車両がトンネル内で故障し、乗客と乗員が閉じ込められるという事故が発生しました。寒いフランス国内を走ってきたユーロスターが暖かい海峡トンネル内に入って結露した水分で電気系統に故障を発生させたことが原因です。この救出に向かった後続の列車も立て続けに故障し、最大6本の列車がトンネル内でストップするという大事故になってしまったのです。そうした中で救援に向かったのが日立製395系ジャベリンでした。トンネル内で立ち往生したユーロスターの救出に成功し、寒波の中でも走行できることを示したのです。取り残されていた乗員乗客全員を16時間ぶりに救出し、日立製395系ジャベリンの耐雪性能が評価されることになりました。ちなみにこの事件によって技術者や乗客からの評価が上がり、追加受注につながったと言われています。また平時においてもトラブルなどは報告されておらず、その安定性の高さも高評価の要因です。日立製395系ジャベリンの成功は日立はじめ日本の鉄道関連企業にとってヨーロッパでのビジネスの足がかりになっていることは間違いありません。2015年、日立製作所はイタリアの大手重工業メーカーのフィンメカニカ社から鉄道車両信号部門である傘下のアンサルド・ブレダ社アンサルド STS 社を買収したと発表しました。これはヨーロッパにおける日立のビジネス拡大と安定化を目指したもので、ヨーロッパでは鉄道ビジネスの動きが活発になっています。ヨーロッパの鉄道インフラ市場規模は大きな成長を見せると予測されており、2029年には20兆円規模になると予想されています。ヨーロッパの鉄道関連企業を見ると、かつてはシーメンス、アルストム、ボンバルディアの3社がビッグ3と呼ばれ、鉄道メーカーの世界シェアで過半数を超えていました。しかし業界は大きく姿を変え、業界2位だったこともあるボンバルディアですら今はアルストムに飲み込まれ、ヨーロッパの鉄道市場からその名が消えてしまいました。一方で中国に誕生した巨大メーカー CRRC は規模では一躍業界のトップへと上り詰めたものの、ヨーロッパ市場では足跡を残せず今も足踏み状態が続いています。このように鉄道業界の勢力図は大きく変貌を遂げています。そういった中で日立製395系ジャベリンの成功は大きな意味を持つといえます。ここまで日立製395系ジャベリンについてお話ししてきましたが、印象的な点は鉄道ビジネスの姿が大きく変わってきているということです。少し前まで鉄道といえば先進国では自国で全てを自前で作り上げるのが一般的でしたが、その姿は変貌を遂げています。イギリスでも確かに日本の鉄道車両を購入することに対する反対もありましたが、一方でイギリスの雇用が増加することは歓迎するべきとして導入自体には賛成という声が大きかったことは印象的です。日本鉄道ビジネスを世界に輸出することを考える上では、日本にも相手先にも経済的なメリットを生み出す必要があると言えそうです。皆さんは日立製395系ジャベリンの活躍と日本の鉄道ビジネスについてどのように考えますか？皆さんのコメントお待ちしております。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また X と LINE でも発信をしております。気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。